狼木湖三峯神社、鳥居の前に来てますね。左の方が博物館で今やってないんですけど、早速お出迎えです。動画長いですね。やっぱりあの足もねすごいしっかりしてる感じですし、まあ私も最近いくつか見てるんですけども、あの姿形だけではねちょっと判断できないんですけど、これはどう見てもねお稲荷様の狐と顔が全然違いますよね。足太いですね。爪もでかい。顔がこれですよ。最初からこれですからね。今日はあの一日ですね、一日というか半日ですけど、神社の方でいろいろ見たいと思いますね。まあ、特に狼像多いんで、もう死ぬほど今日は見ます。もうこれでもかっていうぐらいですね。博物館ですね。先日もね客員教授の話方と話しましたけど、ここにもね立派なものがあると、まあ、またあの機械を見てですね、来ることになると思いますので、博物館の方についてですねまた改めてということになります。はい、はい、狼木湖三峯神社の鳥居と博物館付近でした。